セーリングチャンネルナビゲーターの常美です。東京2020大会セーリング競技の見どころを毎日お伝えしていきます。30日のレースは女子470級がトップを快走する姿を見せてくれました。第5レース第6レースともに2位でフィニッシュ。男子49er級もダウンウィンドでの快走で一気にジャンプアップ。強豪ニュージーランドとの戦いには惜しくも敗れますが、第7レース第9レースともに4着に入りました。30日のレース結果はこちらです。女子470級総合順位も4位にジャンプアップです。 49er 級も上位でのフィニッシュを飾っています。レーザー級レーザーラジアル級は予選全10レースを終了しました。南里選手土井選手5日間にわたる戦い本当にお疲れ様でした。レース内容について現地で取材している平井編集長のレポートをどうぞ。大会6日目の江ノ島は非常に難しいセーリングコンディションになりました。風は3メートル前後とセーリングするには弱い風の中でレースが開始。空に雲が広がり、風の強弱や振れを判断するにも海面の違いを読み取るのに難しい状況です。470級女子の吉田芳岡組は昨日のミスをしっかりとリセットする見事なレースを見せてくれました。風上側からジャストスタートを切ると低段を抑えながら左海面で勝負をかけます。第1マークを2位で開口、1位のイギリスと競り合いながらレースが進行していきます。2度目の風上港で有利な右海面を選んだ日本がイギリスを逆転、第2海マークを1位で開口しました。その後日本は風上へ向かうとき日本と近いコースで6位から一気に2位に上がってきたフランスと一騎打ちとなります。日本は一度フランスの前を通りますが、マークに対して内側に位置したフランスが権利を主張して先行フィニッシュ。2位の日本は続くレースでも2位を取り総合4位へ急上昇しました。また49er 級の高橋小泉組は風が弱く走らせるのがやっとの海面で好調をアピールしました。第7レース第9レースで4位を取り総合13位へジャンプアップ。特に第9レースでは第1神マークをトップで開口するなどライトウィンドでも走れる底力を見せてくれました。日本の好調が際立つ大会6日目となりました。この調子でメダルレースへ進出し上位を狙ってほしいと思います。以上江ノ島からレポートしました。女子470級吉田芳岡組はライバルのイギリス勢との一騎打ちに打ち勝ったのも大きいですね。決勝レースのみならずメダルをかけた戦いに注目ですね。競技7日目となる31日に行われる種目はこちらです。フィン級は相模エリア、フォイリングナクラ17級は逗子エリア、 49er 級は江ノ島エリア、 49er FX 級は鎌倉エリア。男子女子 RSX 級のメダルレースは江ノ島エリアで行われます。セーリング競技解説者の後藤さんに見どころを聞きました。特に目立った活躍を見せてくれたのがまず 49er 男子なんですけれども、高橋小泉組が今日行われた3レースのうち2レースを4位でフィニッシュしたことで前日までの総合順位から大きく上げて今暫定で13位、メダルレースまであと一息というところまで上がってきました。そのコンディションがまた昨日までとは全然違うので、風の弱い中でまずスピードがね他の船と比べて、遜色ないスピードが出て自分たちの思い切ったヨットレースが自分たちらしいレースができてたのが大きいと思います。彼らは実力が十分に発揮できればメダルレースに残る可能性は十分あると思ってましたので、まさにその手の届くかどうかの今瀬戸際でここから進化が試されるところだと思います。 FX も今日は、今日の第1レースですね、
第1マークを4番で回って、一応フィニッシュも9番なので、この今大会では一番いいシングルフィニッシュをようやく飾れたのは、まあ、大きな自信になったんじゃないかなと思います。明日も、最初 その序盤に比べたら風が弱い予報ですの でさらに風が北に回るので、よく風が不安定なコンディションが予想されるんですね。これは地元の日本選手にとっては有利なコンディションですので、まあ、僕が選手たちに望むのは縮こまらずに思い切ったレースを見せてほしいなと思ってます。競技も6日間が過ぎ、残る予選も24レースを残すのみとなりました。男子女子 RSX 級はいよいよ決勝のメダルレースを迎えます。 49er 級 49erFX 級は予選最終日の3レースが行われます。高橋小泉組もあと少しで決勝メダルレースに進出できそうですね。セーリング課のホームページにはセーリングに関する詳しい動画もたくさん上がっています。またインターネットの生配信映像に合わせたツイッターも実施していますので、ぜひそちらもご覧ください。ナビゲーターの城美でした。